これは何ですか。あ、しまった、すいません、ここは映さないでください。全部映します。これは粉を拭いてここに詰めてるとこが今ちょっと入れすぎた。でこれ押すときになんかね、ここのカボコで押すときみたいです。上からまっすぐに力をかけます。でこのなんか横に溜まったやつを鳴らすのにこっちでカンカンとするとここ柔らかいのでなんか良くないので、この注ぎ口の下の5ミリぐらいのところまで入れるとちょうどいいって師匠が言ってた。何に対してちょうどいいんですか。このカップに対して、またでこれ一回なんかプシュっていってなるべく、垂直、まっすぐ垂直だよね。垂直ですね。垂直にして、あ、最初になんかこう埋めた状態でこれを90度回して、でその後この辺に持ってきてまたこうするんだけど、それをやるとこうなる。失敗かも。でここはなんか持ってて1秒持ってると熱いぐらいが60度で適温です。なんかちょっといつもと違う。あんまり泡がないように見えるんですけど、気のせいですか。したかもしんない。これはなんか結構大きく回してミルクにツヤが出てくるまで回します。でその時になんかこういう泡とかをなくすと滑らかなミルクになります。さあ、行くよ。あー失敗しました。以上です。